ヘイロー・ザ・フラットは、ハローシリーズを題材としてノベライズされた小説である。出版されたのは2003年4月1日で、著者は、ウィリアム・シー・ディーツ。また、2010年10月12日に、新装版が出版されている。シリーズ第一作、ヘイロー・コンバット・エボルブをノベライズした作品である。ただし、ゲームとは異なり、主人公マスターチーフだけではなく、 海兵隊員やコブナントの視点からも描かれている。西暦2552年、人類は複数の宇宙人種族からなる宗教同盟、コブナントとの長きにわたる戦争のただ中にあった。同年7月、ついにコブナントによって地球最終防衛拠点である惑星リーチへの進攻が始まる。8月30日、オータムはあるスパルタンからパッケージを受け取り、 彼の援護のもと、陥落寸前のリーチから脱出。コールギ定書に基づき、ブラインドジャンプを実行する。マスターチーフを覚醒させるため、技術士官がクリオルームに向かう。その頃、オータムを追撃している、コブナント艦の艦長、オルナフルセミは、配下の物体をオータムに突入させる指令を出す。ありがとうございます。